どうも皆さんこんばんは、おだえりです。イエイイエイイエイ、どうもどうも。でカメラ撮って、あれフィルムカメラ直りました。皆さんフィルムカメラ直りました、よかったね、ありがとうございます。ちょっとお騒がせしたんですけれども、ちゃんとね撮れるんで、これあれでも直ったってもうみんなに言ったか、ちゃんとピントもね合わせられますよ。いやめっちゃピント合ってる。一枚撮ろっかな、近すぎた。イエーイ、これ撮れてますんでこれ何枚撮れんだろうね。これでやってます。配信画面と早く現像したいから、いろんな写真撮った。今日妹が一緒にいっぱい写真撮ってくれました。うん。なんでトマト、今ダイエット中っていうか普通にトマト美味しいからうん、ポテチもしばらく食べてない。なんかお気に入りのポテチ段ボールで買ったんですよ、山椒の。でも食べてない最近、だからまだ7個ぐらいあるけど賞味期限先月までだった。でもまあ袋に入ってるからまだ食べれるかなって思って今度食べます。うん、トマト、めっちゃ硬い。こんな歯ごたえあるトマトあるんですね。熊本県産ミニトマト、うん、トマトの音じゃないだって。確かに、めっちゃシャキシャキ、うん、うん、綺麗だけどなんか撮影だったのだって。いや今日はいっぱい写真撮ったから、
だからメイクがいい感じなのか。本当ですか。トマト。今日暑かった。半袖でもいけた。このトマトめっちゃ硬い。ヨーグルトいらないかも。ヨーグルトも買ったんですけど、なんかそんなお腹空いてなかった。夏感めっちゃすごい。だって、半袖だもん。最近ドボンでエリナちゃんを信じてます。ありがとうございます。皆さんドボンやってるので、そう、今月14位以内に入ったらライブに出れるのでよろしくお願いします。ぜひ。チークいつもと違う。だってすごい。ちょっと違うかも。目がガチ。嘘、まあ、ガチです。頑張りましょう。たくあん食べてる時の音ぐらいボリボリする。だって確かに音でかい。これもうなくなったトマト。どうしよう。お腹空いてないけどヨーグルト食べるか迷う。空いてないんですよね、お腹。本当に悩むな。今日は朝ごはんに肉まんと551の肉まんとめっちゃでかいおにぎり食べて、お昼過ぎにもんじゃ焼き食べて、お好み焼きも食べて、でトマト。あんま食べてなくない？今日ねえ。あんま食べてない。寝る前にお腹すきそうだって。え、それな。いつも寝る前にお腹すく。食べ過ぎじゃないだって。意外と食べてる。嘘。
でも前はね、私野菜あんま食べなかったんですけど、ちゃんと野菜食べてます。今今日の野菜はこれ、ミニトマト。そう、めっちゃ肌が荒れてて、2月の最初ほんとやばくて、顔すごい肌めっちゃ荒れてたんですけど、最近治ってきた。野菜食べるようになってきたからかな。マジお菓子ばっかり食べてたんで、2月の最初は。野菜ジュース飲んでない。睡眠も大事だって。確かに最近めっちゃ寝てる。え、マジで2月とかね、確か忙しかったからな、あんま寝てなかったから。も最近マジで寝すぎてやばい。めっちゃ寝てる。たくさん寝てんの。いつも眠そうだけど、だってそう寝てんだけど、めっちゃ眠いんだよね、いつも。そう、なんと皆さん9月7日は MX 祭りに出るので、まあ、踊ったりするので皆さん来てね。突然の宣伝、 MX 祭り。私はパパイヤ鈴木さんと、パパイヤさん率いるダンスチームの方と、アンミカさんと恋するフォーチュンクッキー踊るので、ぜひ見に来てください。皆さんよろしくお願いします。ぜひぜひ。 MX 祭り、しかも日比谷野音でやるので、あんな素敵なステージでやるので、そう、アンミカさんのうちわ作りたい。だってえ、じゃあ作ってきてくださいよ、アンミカアンエリで。そう、キャラが濃い方々だと一緒にやるんで、アンエリ。おにぎり、皆さん来てくださいね、絶対。5月7日待ってます。私の最近のお気に入りのインティアはこれです。マスカット味、マスカット味、マスカット味、スパークリングマスカット。これめっちゃ美味しい。これね、私バッグの中がこれ開け、なんか開いてて、なんか全部出ちゃってたんですよ、バッグの中が。そしたらめっちゃバッグの中がマスカットの匂いになって、めっちゃいい匂いになったから、おすすめです。食べても美味しい、バッグにこぼれても美味しい。あ、いい匂いだし、おすすめです。めっちゃフレグランス代わりになってるこれ。そう、これで、これのおかげでバッグがめっちゃいい匂いになった。そう、たまにさ、バッグの中で白い粉、前も言ったと思うんだけど、めっちゃ白い粉がめっちゃあって、何って思ったらこのミンティアだった。蓋が開いてて、潰れてて、粉々になってて、とめっちゃいい匂いだった。おすすめです。フレグランス代わりになっちゃってます。そう。そう、だからめっちゃいいよ
これおすすめ、めっちゃ美味しいし、めっちゃいい匂い。うん。今コンビニにいるけど買っちゃったマスカットミンティアだって。え、ぜひ買ってください。めっちゃ美味しい、うん、エリアちゃんが着ている T シャツとっても気になるだって。これはサニーデイサービスさんの T シャツ、くしゃみのタイミングミスだ。サニーデイサービスさんの T シャツです。イエイエイエイウォウォウォウイエイエイエイウォウォウォ。地震だ、だって地震？本当ですか？地震？地震って来てる？わかんない。わかんない。うん、今は妹と言います。揺れてるって来てる。調べて。今？うん。私のところは揺れてないので大丈夫ですかね。普通に妹が喋って。地震。地震あった？茨城。茨城ね。茨城。うん。震度3。え？皆さんお気をつけください。うん。よ、お気をつけください皆さん。うん。揺れてなくても揺れてるように感じる、だってね、本当にそう思っちゃう。ね、お気をつけください皆さん、地震には。うん、うん、最近多い。うん、どうしよう、ヨーグルトいらないかも。食べるヨーグルト置いて帰ってもいい？置いて、いらない、いらないんだ。うん。ラーメン TikTok 可愛かった、ありがとうございます。ラーメン TikTok 皆さん見てくれました？私のラーメン食べてる。わかめラーメン美味しそうだったね。あれはちょっとスタッフさんが用意したんですけど、そう、2択だったんですよ。ラーメン、わかめラーメンか違うラーメン。でも痩せなきゃってその時思ってて、わかめラーメンにした。うん。彼女感ありましたかね、あれ。なんかよくわかんなかったんですけど、ただ食べてカメラに向けて笑ってみたいな、なんかよくわかんなかったんですけど、うん、そうです。見てない、どこで見れるの？ TikTok で見れます。うん、ぜひ見てください。うん、あ、なんか揺れてない？そんなことない？気のせい？自分が揺れてたかも。ごめんなさい、ちょっとご情報。うん、
今何時何分だろう、何分ですか。6時48分。なるほど。じゃあ50分になったらおランキング読みます。CM 来るといいね。だってね、ラーメンの CM 来たらもう嬉しいですね。まずはウェブ CM から。いやウェブ CM でもいい、ウェブ CM 来ますように。TikTok 見てきた。だって ありがとうございます。そうカップラーメンでした。カップラーメン、初見です。ありがとうございます。本当ですかね。なぜトマト、トマトね最初に食べてた。じゃあ50分になったということで、じゃあおランキング読んでいきたいと思います。じゃあいきます。13位マコピー、12位ショータとおだいりしかかたん、11位マカーシアとおだし、10位プロスペクト、9位ジャンアット群馬にはおだし、8位ミヤちゃん、7位ごめん先生、6位ホリケン、5位マーアとおだし、4位ナオナオ、3位クルリン、2位ひとくまさとる、そして1位はカンタットカンカン。ありがとうございます。じゃあ皆さん今日の配信見てくれてありがとうございました。また今夜ねドボンやるのでよろしくお願いします。ではバイバーイ。